中日に現れた育成の星、150キロ台連発のリリーフ級選手候補。交流戦最初のカードとなるソフトバンク戦に勝ち越した立浪ドラゴンズ。ソフトバンク戦は3戦合計18得点と打線が好調でした。一方で投手陣が打ち込まれる場面が見受けられ、初戦は橋本投手が3者連続デッドボールで2軍落ち、山本投手も5失点を喫し、福谷投手含めて13失点の大敗。3戦目も2点リードの場面で福投手、清水投手が打たれ、エラーも絡み一時同点とされてしまいました。このように投手陣が安定感を欠いている状況ですが、当日の2軍戦で圧巻のピッチングを披露した育成投手がいます。リリーフ陣の救世主になりうるその投手について見ていきましょう。その投手とは育成ドラフト1ルーキー松山投手です。6月1日の2軍阪神戦、1点リードの9回という緊迫した場面での登板となりましたが、圧巻の3者連続三振、直球は150キロ超えを連発し、フォークとのコンビネーションで相手につけ入る隙を与えませんでした。シーズン序盤は四球を連発して崩れたり打ち込まれることもありましたが、最近はかなり安定感が増してきており、今回のようなセーブシチュエーションはもちろんのこと、他の投手が炎上した後の場面で投入されてもしっかり火消しをするシチュエーションが見られます。今日は同じタイプの清水投手が副投手が残したランナーを返してしまったこともあり、2軍で火消しの経験も積んでいる松山投手は今の1軍に必要な戦力なのではないでしょうか。支配下枠にも余裕があるため、近々支配下登録されることになるとは思いますが、その時が非常に楽しみです。頑張れ松山投手。このチャンネルではこれからも中日ドラゴンズに関する情報や考察の動画を上げていく予定です。少しでもいいと思ったらぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またご意見等お気軽にコメント欄に書き込んでください。ご視聴ありがとうございました。